皆さんこんにちは。この番組は和歌山県に住む夫婦が紀伊半島の滝を訪ね歩くという番組であります。紀伊半島は山あり谷あり、本当に不思議な滝が多いのであります。そんな夫婦で訪ねる滝修行の旅、もちろん滝に打たれはしませんが、それと同じ効果があると信じています。いつも大上チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。滝好きの方、楽しめるようなチャンネルを目指しています。今回の滝は十二滝であります。玉城神社に向かう途中立ち寄りました。十二滝は七色の国道168号線沿い、和歌山県境から約2キロの地点にあります。落差は80メートルとも100メートルあるとも言われています。いつも水量が少ないため、今回特に風が強かったので水は飛ばされ下まで落ちないほどでありました。さてどうして十二滝というのでありましょうか。昔沖内市日本予知通識内部江戸時代の享保年間に編纂された畿内五カ国の地市であります。河内市、和泉市、摂津市、山城市、大和市の五市、その中の大和市の中に港あります。七色村の港に在七色村飛弾十二局と解説されています。十二局すなわち十二に折れ曲がりながら急流飛弾、滝のありさまをこれほど短く伝える文章に驚くのであります。今の日本人あまりにも言葉が多く中身が少ない。日本語とはこのように本来は美しいものであります。滝の前には黒柳昌波の江戸時代の中期の俳人であります、その方の句碑が立ちます。十津川や耕し人の山刀、どうして耕す人が山刀なのでありましょうか。それは十津川郷士に秘密があります。十津川郷士とは昔はおよそ60の村を総称して十津川郷と呼ばれていたそうであります。郷民は古来から狩猟生活が中心であったことから弓矢に優れていたといいます。かつてあの神武天皇を八田ガラスが大和まで先導し、壬申の乱672年では天武天皇を支援したと伝えられています。そうです、十津川郷士の祖先はあの八田ガラスだと伝えられているのであります。中世郷民は一種の武力集団としてその存在が重視され、近世では文禄4年1595年紀州山地村一揆や慶長19年1614年の大阪の役に功をした北山郷一揆、これら敵対する一揆を鎮圧するなど十津川郷士の名が轟いたといいます。あの大阪の陣においても十津川郷は徳川方として参戦したというから驚きであります。幕末には200名近くの十津川郷士が交代で京都御所の守護をしたといいます。文久3年1863年朝廷から獅子形に十字の印獅子銃を賜り、それは十津川郷の豪商となったといいます。そして明治22年の水害で北海道へ移住した新十津川町の町章にもこの獅子銃の印が設けられたのであります。十津川郷士のイメージキャラクター、いわゆる郷士君というのがイメキャラになっていったそうであります。また玉城神社に行く途中、十津川温泉バスセンターに立ち寄りました。このバスセンターは YouTube では有名なのであります。あの鉄道系 YouTuber の皆さんが日本一長い路線バスでいろんな動画をアップされています。このバスセンターには足湯が最近できています。熊の親父もその足湯に入ってしまいました。それでは奈良県十津川村
十二滝、そして足湯をごゆっくりお楽しみください。滝であります。山の神、山の神が祀ってあります。本日は十二滝、十二滝であります。虹が先ほど出ておりました。十二滝であります。世界遺産熊野本宮大社に近いところにあります。十二滝、本当に本日先ほどちょっと虹も出てましたけども、水しぶきが本日風の勢いで舞っております。ありがとうございました。帰ります。暑いのであります。お前の親父。よっ、起こせ。ということで、十津川温泉郷、足湯を入ったのであります。何をしてるんやら。はいはい。目的地はまだ遠いのであります。本日の目的地玉木さんにはまだ遠いのであります。腹も減ったし、むしろ行ってみたいのであります。川村マップ、体を癒し心を和ませる古道と温泉の里、ようこそ十津川温泉であります。このように本日行く目的地はこの玉城神社、さらにはこの辺の滝を行きたいのであります。いかがでしたでしょうか。
ご視聴ありがとうございました。このチャンネルは紀伊半島の滝を中心に夫婦で訪ねる滝動画をアップしています。また熊野古道講座も開設していますので、よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。コメント、リクエスト、評価をお待ちします。それでは次の紀伊半島の滝でお会いいたしましょう。さようなら。